落ち着くのはわかる。そうかい、そうかい、そうかい。寝る前にって感じ。でも俺まだご飯食べてないんだよな。声が近く聞こえます。そっか。声の距離が電話してるみたい。トゥルルトゥルル。もしもし。メロチンだよ。メロチンだよ。元気？まだ食べてない？うん。でも俺あれよ、今日スタジオ行って一人で、スタジオってね、基本的に俺が行くところは人がいないの、管理人さんとかも無人のとこだから。だから一人で行って踊って帰ってきて、さっきまでちょっとパソコンしててお風呂入って今やってるじゃん。だからこのツイキャスが今日初めてのおしゃべりだよ。そんな日ばっかさ、本当に。やっぱ人と話さないとあかんな、人間。いや本当に人と話さないとね、ダメだね。うん。米拾ってもらえない？頑張って読むよ。そう。一人暮らしって大変なのね。まあ仕事によるんじゃないかな。コミュ障なの？違うんだよ。話し相手がいないんだよ、誰も。なんかね、いいよね。なんか毎日さ、電話したりする人とかっているの、みんなには。友達とか彼氏とか彼女とか。なんか、あーちょっと暇だなーっていう時に通話したりする相手いるの？なんかさ、いやね、この界隈の人もいいんだけどさ、なんかみんないつさ、こう不定、みんな仕事が忙しいじゃん。だからさ、こう電話しようにもさ、なんか仕事中だったりとか寝てたりするじゃん。だからあんま気使って話せないよねと思っちゃう。まあこれを機にちょっと喋りたくなったらツイキャスやるわ。メロチンの睡眠時間帯は、まあ最近ちょっとね、明け方まで起きることが多かったんで、実は今日からちゃんと寝ようと寝るのも仕事だなと思って寝ます。これ終わってご飯食べて24時までには寝たいな、今日は。今日お酒は飲んでおりません。お酒飲むとね、どうしても睡眠が浅くなっちゃうんですよ、僕の場合。だからあんま普段は飲まないようにはしてます。メロチンに会いたい。ありがとう。とりあえず超会議だね。明日の予定、スタジオですよ。コマチンとは正反対。お酒飲んで爆睡できる人羨ましいな。できないんだよな。生誕祭ライブ情報はいつ出ますか？5月とかかな。超会議行きます。お酒好きなんだけどね、好きなんだけど、なんだろう、
そう、飲むと寝れなくなっちゃう。寝れるんだけどね、絶対ね、睡眠が浅くなっちゃうんですよ。そうすると次の日辛いから、まあ次の日、お休みの時とかはガーって飲んだりするけど、普段はガバガバ飲まないですね。1杯2杯ぐらいだったらあんま支障をきたさないから、それぐらいだったらいいけど。DJ の放送の時はテンションを上げるために飲みます。お酒の種類好きなのはね、まあでも俺何でも飲むよ。最近は白ワインが多いかな。まあ家じゃ、まあ、家じゃワインは飲まないけど。噛み癖発動？最近はね、噛まないんですよ、実は。うちにダンスを教わりたいけど、どうしたらいいですか？今はあんまその機会はないな。またやりたいけどね。おやすみなさい。このお菓子おいしいの？このお菓子おいしいよ。みんなも食べて、とろっと。よいしょ。インド水産だよ。買いだめ？買いだめっていうか。みんなからいただくんだよね、トロットを。なので結構こんな見えるかな、本棚にぎっしりとトロットが詰まってるんだよね。こんな感じで、これでもだいぶ半分ぐらい減ったんだけどね。よいしょ。賞味期限あるのかな、これ。あるね。あんまもたもたしてらんないね、これ。抹茶味もあるよ。いちご味もある。だんだん閲覧者が減ってますよ、メロチンさん。行かないで行かないでつっても、こんな放送じゃ仕方ないよな。顔出せば一気に増える。そんなことはない、騙されないぞ。いや、俺はなんだかんだ言ってこのチョコ味が一番好きだよ、ショコラ味が。メロチンさんの癒しって何ですか？癒しか、癒しね。オフトゥーンだね。オフトゥーン、もうこの布団に毎日抱かれて俺は幸せだよ。この布団ぐらいしか俺を抱きしめてくんないんだ今は。話し相手もいないし、お布団しか抱きしめてくれないし。そんな人生。布団は誰とでも寝るよ。なーに？ぐぬぬ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 ぬ